はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。今日は熊本市司南高江店さんにやってまいりました。9月に入って九州でのカイド日記は今日が初めてですけれども、ずいぶん涼しくなりましたね、熊本の朝も。そして今日は整理券の方がこちらです。4番先着順での整理券配布だったんですけれども、今日は狙ってる機種がありますので、そちらに朝から行こうかと思ってます。それではシーサの街道日記第148話、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。もう向かうところは決まってます。おはようございます、よろしくお願いいたします。司南高江店さんでのカイド日記、おはようございます。4番目の入場ですからね、台は間違いなく取れるはず。これ行きましょうか。昨日そうですね、戦後琴音4台、1、2、3、4、5台ですね、戦後琴音5台あるんですけれども、5台の中でも一番昨日吸い込んでるであろう、一番回数もついてない台を選びたいと思います。よし、それでは早速行きたいと思います。街道日記の方では、初実戦の時にこの戦後琴音運よく勝つことはできましたけれども、それでもやっぱり初期投手は結構いってますし、やはり非常にこう浮き沈みの激しい台というか波の荒い台ですからね、速い当たりが効ければいいですけれども、展開が悪くなった時にはちょっと慎重に考えていかないと大怪我する可能性もありますよね。今日はそうならないように展開に期待します。この戦国乙女で勝てたとはいえ、やっぱりオランボーナス2回引いてますからね、それがないと勝てないという流れだけは嫌ですね。それがなくてもやっぱり大きい枚数を出して勝ちたいですよね。ここはチャンスアップ、57ゲーム、これで今日1回目の両ランの時になります。高額ステップでしたので、このレア役もチャンスになるんじゃないでしょうか。チャンスです。ここは強チェリーですね、強チェリー、申し上げます。早い時間にレア役が引けてます。今の動き申し上げます。我が軍の士気が上昇、いやー当たらなかったですけど、やっぱり戦国乙女通常時も結構いろんな演出あって面白いですね。ドキドキします。ヨシケル様のステージは普段のステージよりも、これで開始300ゲームを消化ですね。現在投手は500枚目に入っているところです。300ゲーム台、ゲーム数回復のチャンスとはなりますので、ここを抜けてほしくないですよね、このゾーンを。
ましたね。ここはチャンス。何度か両ランの時に進めますけど、その中でも一番期待できる両ランの時になってますね。ここはパッポイント入りました。行くでしょう。でこの反則もありますね。ここはよし、行け、行きましたね。339ゲーム、勝率は600枚からの初当たりになります。さあ1回目のボーナス、乙女ボーナスに期待したいと思います。1回目の当たりは希望の光ですね。違う、あ、希望の光か、希望の光ですね。ありますけれども、レースでも ARG 順ではありますので、そこにも期待したいですね。中右です。はい、行きます。真ん中、今度は左、よし、行きます。あと1回で乙女アタックがいきます。どっちだ。順を押して、よし、これで乙女アタックは達成です。4連続正解、あと1回で強バランスですね。5回目強化ラッシュ正解すれば確定だったんですけど、もうここはナビが出てます。ですので1回目の希望の光ゾーンから強化ラッシュをゲットです。いやー、よかった、行きましたね。 ARG 突入です。さあ行きましょうか、1回目の強化ラッシュ。嬉しいですね、希望の光ゾーン5問連続正解。通常時出役も非常にこう頻繁にジャックラグともに落ちてましたので、この ARG 注目したいですね。追加ジャックスリー、この辺はやっぱりあんまりこう終わらせ回数としては高くないんでしょうけど、M2 の終わらせありましたけれども、まず初当たりのレギュラーが ARG
絡めば、もう一発で勝ちに持っていけるチャンスなんですけどね。追加とならないように。さあ、あれ。
259ゲーム ART が終わってからは254ゲームを消化したところ、さあ今日2回目のボーナスです。追加投資じゃなくてよかったです。先ほどは5問連続正解、まあ、5回目は完全ナビでしたけども、今回も攻めて乙女アタックまではつなげたいですね。左です、中です、右です。2回正解で乙女アタックです。これはチャンス、いきますよ。3択なんですよね、ここも。よし、右です、中です、左です。これで乙女アタックは確定ですね。2回正解、この正解はなりませんでしたけれども、 ART のチャンスはつかみました。正解は4つですね。さあ行きます。正解、そしてここは2回目の希望の光ゾーン、乙女アタックからの強化ラッシュですね。なので初期投資の600万円からは追加投資することなく ART2 回目の旗当たりゲットです。結構いいんじゃないでしょうかね、今日は流れ的に。ザッチャンスですけど、まあ、ボーナスでしょうか。ザッチャンス回答のボーナス、野蛮の人たちです。ドラガラ出てます。行きましたね。ということは今のはザッチャンス解除ということでしょうね。3回目のボーナスでやっと7ドロイ、これで今日1回目の乙女ボーナスをゲットです。乙女ボーナス、どれでいきましょうか。完全告知でいきましょうか。さあ
110ゲームを消化して終了になります。541枚さあ今回はなんとか500枚以上の獲得はありましたので、投資分までは残り100枚を切った状態ですね。行きましょうか。